想の出来方の実験です。骨、れき、砂、泥を用意しました。これ混ぜたものが今ここに入っています。ちょっと水を流してみます。さらに水を流します。しばらく時間を置きます。時間の関係でこちらに実験結果を用意してあります。下の方に礫や砂が積もって、一番上に泥の層ができたのが分かるでしょう。